Che ora dovremmo fare il check-in dell'albergo?
Quelle heure est-il ? Do you have your passport? Quelle heure est-il ? Do you have your passport? Quelle heure est-il ? Do you have your passport? Quelle heure est-il ? Do you have your passport? Quelle heure est-il ? Do you have your passport?
工場から世界へ in 八王子ボリューム2。すみません、事前にですね、機材トラブルの方がありまして、ちょっと15分ほど押してしまったと思うんですが、すみません、申し訳ないです。見ていただいている方、失礼いたしました。でですね、今ご覧いただきましたファッションショーレントですね。でアフタートークということで、ヘアメイクを担当されたピグミンのかなさんと演出と音楽を担当されたねねさんにちょっとお話をお聞きしたいと思います。じゃあ最初ねねさんから。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。で今回今回の工場でやっていただいたんですけど、前回のボリューム1の時に、はい、ご見学にそうですね、いただいたっていうこと で、はい、で今回はご自身で演出と音楽も担当されているということなんですけども、はいはい、今回やってみていかがですか。いやちょっと期間も短かった、その提案から、はい、今日までが結構短かったのと、本当に時間の余裕がいろいろなさすぎて、もうちょっとなんか時間取ればよかったなと思いますけど、でもまあそのできる限りの中で精一杯やったかなっていう感じがします、はい、ありがとうございます。はい、すいません、じゃあちょっとマイクをですね、マイクが2本しかないですいません。じゃあ
今回衣装とヘアメイクを担当されたかなさん、はい、ピグミのかなさんですね、はい。今回のご自身の作品衣装と、ここの工場っていうのはどういう感じで、組み合わせとしてはやってみて どんな印象を持ちましたでしょうかね。あ、そうですね、広い空間でショーができたのがすごい良かったです。で、今回のテーマで飛行機から降りてくるところを階段を使ってイメージしてやりました、うん、なるほど。じゃあ、今回のヘアメイクと両方担当されたということなんですけど、今回特にこだわったのはその飛行機っていう、その、はい、降りてくるとかっていう、その飛行機にまつわるものっていうか、そういう、そうですね、なんかリラックスしたムードを、はい、大きなテーマにしてます。なるほど。リラックスしたムードっていうのは、気候どういったの旅行に、はい、ああ、なるほど。そうです。で、降りてきた時の降りてきた時のリラックス感を、リラックス感です。で、インスタグラムとかちょっと事前に拝見させていただいたんですけど、 ありがとうございます、はい、お水が入った、ああ、そうです、なんかすごく新鮮で、ありがとうございます。こういうことができるんだと思いながら僕も拝見させていただいたんですけど、今回もすごく素敵な、ありがとうございます。シルエットもやっぱりゆったり、そうですね、それがリラックスとかそういった感じにつながるし、あと配色とかでもそういうことにはなってますね。はい、なんか明るいイメージっていうか、まあ、なんかポジティブな洋服ですね。わかりました。まだ時間はありますので、ちょっと今後、今回の工場も工場での取り組みもそうなんですけど、今後何かやってみたいなとかっていうのはお二人何かありますか？お二人でちょっと会話していただいてもいいですし。今後一緒にやるってこと？一緒にでもいいですし、個人個人で今回やってみるとか。できれば何かやりたいんですけど、ちょっともうすぐ留学しちゃうので、はい、リモートからなんかでもなんかファッションショーやろうっていうのはずっと話してて、その高校の時ファッション部だったので、はい、その時卒業してからまたやりたいねっていう話はしてて、まさかね、こんな急に、急に2ヶ月ぐらいで急にやると思ってなかったです。ねねさんはどこに留学をされるんですか？オランダに行きます。オランダでもこういった、音楽と演出っていう方のに特化した、若干関わってはいるんですけど、広告デザインが専攻で、はい、広告デザイン、はい、はい、そうです。なんか、いわゆる日本の広告っていう感じよりは、もっと街中のなんかパブリックアートとかと融合してるような、ちょっといろんな人が楽しめるみたいなやつに興味があります。あ、なるほど。じゃあ、ハードからソフトまでっていうか、全部全体で的に公的なものから公的なものにってことですよね。公的なもの、公的なものというか、まあ、みんなが見るよっていう、はいはい、ところで何かを表現したりとか、はいはいはい、そこに、まあ、広告ですもんね、広告なんで、なるほど。オランダっていうのはそういったものがこう先進的だったりするんですか？僕は行ったことがないのであれなんですけど。そうですね、私も1回しか行ったことなくてあんまり覚えてないんですけど、でもなんとなくその外国の方が街の人が協力的そうだなっていうふうに思って。それは参加型っていうか。そうです、そうです。なんか体験とかしてくれそうだなとか、まあ、アートに対しての寛容性も寛容度もあるかなっていうことですね。わかりました。ありがとうございます。じゃあそうしましたら、今後のご活躍を、お二人のご活躍を祈っております。ありがとうございます。ありがとうございます。また何かの機会でよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
がとうございます。ただいまですね、あのファッションショーレント、を担当していただきました、衣装ヘアメイクを担当されたピグミの、かなさんと演出音楽を担当されたねねさんにご出演いただきました。で、先ほどあのプレートークとして、お伝えできなかったんですが、私たち主催の私たちはカフスと申します。で、今回の主催する取り組み、このですね、工場から世界へ in 八王子ボリューム2なんですが、今回の趣旨としては、あの僕らの思いとしてですね、あの大道芸とか路上ライブ、ライブハウス、子どもたちの発表会とかですね、パフォーマンスと一言で言っては見せ方は様々なんですけれども、一旦その垣根は取り払いたいなと。で、様々なイベントが中止になってなったりですね、あの決まっていても、あのちょっとあの緊急事態宣言なのでなどでですね、施設が使えなくなったり、表現の場がなくなってですね、辛い思いをしている人も多いんじゃないかなって。で、それで精神的なダメージも増えるんじゃないかなって、っていうことで、あの急遽あの前回ですね、あの私たちのカフスの、工場ではないんですが、あの、役員の会社をですね、借りて提供してですね、予定を組んでいた表現とかですね、それができなくなってしまった時にの、表現の別の場として、提供しました。でですね、その現場でも、私どもも撮れ、あのドローンで、映像を撮ったりしているもので、今回は僕ら私たちも、テストというか挑戦として、ドローンのみ の映像で、配信にすることをちょっとこう、チャレンジしてみたいなと思いまして、今回に至ったわけです。でですね、ドローンを使うと、俯瞰というかですね、空を飛んでる浮遊感でしたりとかですね、固定カメラにしても配線なしでレイアウトできるので、結構自由度ができるということで、すごく手軽にセッティングできるんじゃないかなと。で、配信までこぎつけてどういう風になるかなっていうのが、僕らのチャレンジでもあります。はい、こちらにサンド、ここの、プロジェクトというか取り組みは、今後も続けていこうと思ってますので、ご興味ある方はですね、Facebook ですとか、弊社 のホームページ、Instagram もやっておりますので、そちらフォローいただきまして、何かメッセージをいただければ、直接でも、八王子の横山町に蔵がございますので、そちらの方にお越しいただいても大丈夫です。よろしくお願いいたします。はい、それでは次はですね、次の詩がライブペインティングと音楽ということで、画家の竹谷義人さんとピアニストの米倉岳さん、あの子も。
Thank you.
Thank you.
はい、ありがとうございました。ライブペインティングと音楽、画家の竹谷義人さん、ピアニストの米倉岳さんによるパフォーマンスでした。ありがとうございました。それでは、ね、アフタートークに移らせていただきたいと思います。カメラある？あ、カメラない。すみません、お疲れ様でございました。まず竹谷義人、です。義人さんでよろしいですね。はい、はい、お疲れ様でございました。お疲れ様です。結構もう汗だくで暑いですね。そうですね、もう工場内は工場、そうですね、なんかそうですね、いつの間にか汗がずっと出てます。いやでもパフォーマンス見させていただきましたけど、やっぱりあの動きの中で あとはね、うん、こう考えるっていう動作と、そこから性から動に動くところっていうのはやっぱり見ものが見ものでしたし、ね、作品もやっぱり、ね、これ作品の話はこれからやるんですけど、はい、まずあの今回の舞台全面をちょっとキャンバスにして、はい、という試みなんですけれども、はい、まあ下に引いてで上からこう見ながらということなんですけど、はい、まさにドローンの撮影にぴったりのパフォーマンスっていうのが、ね、まあ、こちらとしての意見でもあるんですが、はい、ご本人としてどうですか、そういう意識とか。もうそうですね、なんかやっぱ結構ライブペイントとか舞台上でやっても、はい、まあ、やっぱなかなかこう難しいというか、その流れていっちゃうとか、うん、でもなんか一番理想なのは、まあめちゃくちゃでかいサイズの、はい、机があって、うん、絵が描けるような状態がっていうのが、ドローンがそれができるのであれば、じゃあそれに合わせた、まあ、紙のサイズだったり、うん、画風みたいなものをちょっとどうしていこうかなっていうのをちょっと2日前ぐらい言われまして、考えていただいて、ね、でまあ、ドローンだとやっぱり5メーターとか、まあ、3メーター、4メーター、5メーターって上がれるんですけど、その俯瞰視っていうのを竹谷さんの方では描きながら、この近場でというかですね、そうですね、なんかこう遠くから見えたらどれぐらいなんだろうなっていうのもやっぱ考えつつも、はい、まあ、やっぱ近くも気になっちゃうみたいな、まあ、その間みたいのなんかこう浮遊感も、上にこういるのも分かりつつ、うん、ああいるなって思いながら、いや意識はすごくあるようなこう なんていうんですかね、僕も横から見ててつま先立ちになったり、こうそうですね、あれは絵の具を避けてなきゃ、あのそうなんですそういう行為避けてないと絶対あの帰り道やばいことになるんで、なるほどなるほど、なので飛ばしてる絵の具も外には出てないようにはしてるつもりではあるんです。意外と意外としっかりしてる、しっかりぼーっとしてなかった、素晴らしかった。結局あの何をお描きになったかっていうのはちょっとまだ言ってないので、あ、了解です。答え合わせというか、はい、はい、いただいてよろしいですか。あ、まだ大体分かってますか。蜂を、蜂、はい、まあ、なんかこうやっぱテーマが工場から世界へで、でドローンでファーなんで、なんかやっぱ飛ぶものっていうのがいいなっていうのと、まあ、やっぱ八王子からっていうところなんで、蜂かなって。素晴らしいダジャレみたいなことではないんですけど、本当に躍動感のあって、はい、まあ、本当に、ね、俯瞰したらあのバランスというかですね、素晴らしいあの画面になってるっていうのは、まあ、不思議というか、僕には、ね、到底こう、まあ、もちろん真似できないんですけど、僕も入る前はもう何も考えず、蜂は描こうってあるんですけど、そのどう描くかとかそういうのはもっとその自分のあれをより壊していって、で途中から拾っていくみたいなことをしないと、だからこう自分が嘘ついてることになるなって、決められたパフォーマンスをやる、じゃあなんかわざわざライブペイントをせっかく場を用意していただいて、この空間に合わせてなんかできたらなっていうか、あとも音もやっぱすごいすごい、こういろんな多種多様に変化していったので、それもなんかやっぱ聞きながら、なんか感情みたいのは微妙に乗っては、はい、いるんで、ありがとうございます。そうしましたら、ね、一緒にコラボレーションというかパフォーマンスを、ね、すごいそうですね、やっていただいた米倉岳さんにもぜひね、お一言か二言か、ね、はい、いただけると、今回のコラボレーションいかがでしたでしょうか。米倉岳さんです。ピアニストの米倉岳さんです。こんばんは。こんばんは。で今回刺激的でした。刺激的です。すごく
まあ、視線でこう会話してる感じもこちらにはひしひしと、こっちもひしひしひしでひしひしで、まあ親父が言ってる場合じゃないひしひし同士で、はい、そうですですね、もう本当だから今、まあ、前回も米倉さんには、ね、はい、お参加いただいて、で今回のまたあの竹谷さんとのコラボレーションだったんですけど、まあ、現場は同じで同じ舞台でっていうことの構成の中で、まあ、どうですかね、2回目ちょっとあの入ってみて表現者としてというか、まあ、場所が同じなのに、うん、こう違うかっていう、うん、ものを感じますね、やっぱりひしひしと、ひしひしとそう、ありがとうございます。なんかまあ本当にね、同じ空間で表現者同士がまた違っていくと、もちろん表現は変わってくるし、そのアーティスト内での表現の幅も広がるっていうことなんですかね。なんかそういったところに戦いがあったりとか、まあ、平和ピースもあるんですけれども、もちろん。もうせっかくなんで、お二人の今後の活動とか最後に一人ずつ何かあれば告知なり何なりしていただきたいんですけれども、まあ、私の方はですね、はい、今後の活動は皆無、はい、皆無ということで、またでもヒュッとこうですね、浮き上がってくるかもしれないなと、その機会を捕まえたいなといつも、まあ、思ってますけど、今回もだから竹谷さんにお声掛けしたの おとといだっけ、おとといぐらいですよね、夜中に、夜中に、はい、そう、おとといぐらいにという感じも、面白そうだなって思って、はい、本当に不思議なその瞬間っていうのがこう舞台の上でもそうなんですけど、そういうこう事前のコンタクトも結構不思議なものがなんか感じられたなと思って、うん、そういうこう縁というか、うん、それを感じました。なんかそれもちょっとこう最後の方は、うん、音に表したかったなと思って、うん、空間というか時間というかなんかそんなものを表したかったです、はい、あ、告知というかちょっと今、さーっと言っちゃいますね、セレオ八王子の話から言うと、八王子セレオ9階に、はい、日本遺産のなんかアートで彩るみたいな、そういうものを、はい、高尾美術館の後にセレオに移動してやっていますというのと、はい、現在進行形で8月31日まで、はい、8月31日までですね、ガクさんに1回一緒にイベントになった八王子音楽祭の、はい、でアートピアノというのを作って、はい、そこの、アートピアノの、移転先が、コピーを長府さんの、高尾コーヒーにピアノがありますと。なるほど。で今、本郷三丁目に、はい、11メートル×11メートルの壁画を、5月終わりに描いたんで、はい、それがずっと見れます。東大の横です。お、はい、で素晴らしい。すいません、8月に、はい、品川大美術館で、うん、これはデジタルの版画の展示と、うん、9月に池袋東京芸術劇場で剣山という、これは絵画の展示 で、渋谷光で11月にデリリウムという、これは現代美術の展示 で、その12月に狭間という服のテキスタイルやってましたね。それが全国展示販売します。はい、すいません、ありがとうございます。すごい表現がいろいろ、そうなんです、多岐にわたるので、絵だったら何でもこう活動していこうと思って。ありがとうございます、はい、この情報っていうのは、はい、竹谷さんのホームページで、うーん、 SNS ですね、SNS で、はい、ホームページを作ってなくて、あ、そうですか、なので SNS で随時やっていくと思いますので、インスタグラムとか、はい、はい、そうですね、インスタとかフェイスタとか、はい、そういうのでやってます。ぜひ、はい、すいません、竹谷義人さんで検索していただければ大丈夫ですかね、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、お疲れ様でございました。
はい、お疲れ様でございました。素敵な琴とフルートのライブでございました。琴奏者の今西光節さんとフルート奏者の西田のり子さんですね。よろしくお願いします。アフタートークになります。お一人ずつお伺いしたいんですが、今回の工場での演奏っていうのは率直にというか素直にどうでしたかね。ある意味異空間な感じで、はい、そして何だろう、普段クラシックのねコンサートとかだとなんか割と気取った感じのね場所とかシチュエーションが多いんですけど、なんかもうありのままみたいな感じで、はい、で今本当天井も高くて気持ちよく外の空気も感じながら演奏できて面白かったです。はい、じゃあ今西さんですね。普段お琴とフルート、今回意外な組み合わせかなと思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、普段から和楽器だけでなくていろんなこう編成だったりっていうのはされてるってよろしいんでしょうかね。どういったこう編成でやられてるとかっていうのは何か。はい。はい、とやられてるんですね。ありがとうございます。西田さんも普段はどんなご活動というかですね、今日みたいな寮で活動されることも普段からやられてるということです。はい、はい、打楽器と一緒に。尺八とフルートとドラム。はい。名前から言うとこうイタリアのあれなのかな、シエナっていうとイタリアのあれなのっていうかね。めちゃくちゃ日本の。ありがとうございます。じゃそうしましたらですね、最後に今後お一人ずつご予定、今後の活動のご予定だったりとかっていうのがございましたら告知も含めてお願いいたします。ぜひぜひ、ね、その時は多分ビオラの、はい、トリオで、はい、3人でも演奏しますね。はい、それではありがとうございました。またこちらでも取り組みはやられていきますので、何か機会がございましたらご参加ください。こちらこそありがとうございました。I saw the darkness, the wind is blowing. I'm in the garden,
Perspects at me mercilessly. Thank you.
お疲れ様でございました。ヘアメイクショー口なしということで、つけまつげアーティストのみゆきさんとモデルのみくさん、音楽でご担当のインエーさん、よろしいですかね。お疲れ様でございました。ありがとうございました。で、今回の工場でのヘアメイクショーですけれども、はい、ここでしか見れない貴重な空間だと思うんですが、終えてみていかがですか、みゆきさんから。いやー、とにかく無事に終わってよかったなっていうのと、はい、こんな素敵なロケーションで何かパフォーマンスできることが本当に貴重だなと思って、はい、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございます。いかがですか、みくさん。はい、なんかこんなロケーションでショーをするっていうのは今までいない経験なんですけど、みゆきさんが雰囲気を作るのがすごい上手な方なので、この工場の無機質な感じに合う作品で楽しかったです。はい、音楽もぴったり合っててすごい素敵でした。ありがとうございます。はい、じゃあぜひ井上さん。はい、みゆきさんにご依頼いただいて、普段はフルートを演奏してるんですけども、はい、今回ちょっと作曲にチャレンジして、今回テーマに沿った音楽を考えて作ってみました。で、私のイメージに触発されてこういった風にしたのかなっていう面もいろいろ垣間見えて、それもまた刺激的ですごく面白かったです。いや、ここまで来るまでに結構準備期間は短かったと思うんですけれども。はい、本当にありがとうございます。すみません。その中でやり取りしながら、はい、ということですね。はい、そうですね。素晴らしいです。今回の題名の口なしっていうのに関しては、はい、この季節感とかそういったものとかいろいろあると思うんですけれども、はい、どういった、はい、イメージ的には今回その工場という場所でショーをさせていただけるということで、はい、夜の工場でこの季節、うん、湿度が高いジメッとした中、うん、香ってくる口なしの香りと、うん、白光りして浮いてるような、うん、大輪の口なしの花とっていうイメージがしっくりきたので、ちょっとテーマに選んだんですけど、こう花がかなり寿命が短い花なんですよね。あ、そうですか。咲いて、2、3日後くらいからこう黄ばみ始めて茶番でいってっていう感じなんですけど、でも香り自体は結構残っているというか、湿度の関係なのかわかんないですけど、結構あたり一帯が口なしで支配されてるみたいな、こうなっているような情景が。白い時よりもちょっとこう、あ、でも白い開花したてが一番強烈ではあるんですけど、だんだんこう口でいった後でも本当にまだするな、まだいるなみたいな感じで、その匂いの変化っていうよりは。そうですね、もう残ってるんですよ、とにかく。でもすごく印象的だったので、いろいろそういうところからちょっと感じるものがあって、今回テーマにしてみようかなというふうに思います。なるほど、ありがとうございます。今回モデルとしてご出演していただいたみくさん、はい、今回モデルとしてですけど、普段は何かまた別の活動とかっていう。そうですね、仕事としてモデルをすることはあんまりなくて、時々みゆきさんだったりとか、なんか依頼をいただいたら引き受けさせていただくんですけれども、本業ではヴィンテージのお洋服を販売するウェブショップを自分で運営していて、ムーンフェイズヴィンテージっていうオンラインショップをやっています。あ、そうですか。はい、これは何かアナウンスはできる、インスタグラムとか。そうですね、SNS、インスタグラムとかを中心にやっているので。あ、そうですか。はい、もう一度。あ、ムーンフェイズヴィンテージという名前です。ムーンフェイズヴィンテージ。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、もしよろしければ仁英さんも普段の活動とか、なんか PR とかございましたら。そうですね、まあ、先ほども申し上げた通り、はい、普段は演奏家としてフルートを演奏することが多くて、はいはい、まあ、これからはそのフルートの演奏ももちろんなんですけど、うん、今回みたいにいろんな方とコラボしてみたりとか、うん、そうですね、あまり演奏にとらわれない自由な表現っていうのを考えながら活動していきたいと思ってます。主にツイッターとかフェイスブックとかで、はい、たまに発信していることがあるので、はい、ぜひご覧ください。はい、はい、じゃあぜひそちらの方も皆様のフォローをよろしくお願いします。ということで、今回はヘアメイクショー。もう一つすいません、はい、本日のドレスなんですけど、はい、リテネウトバイタクさんに素敵なドレスをお借りしまして、
今回くちなしの花の、はい、白と黄色を拾ってこういった形のすごく本当に綺麗なドレスをお貸しいただきましてご着用いただいてます、はい、あじゃあぜひこの後でもですねご自身でここでこの工場でせっかくですからあ写真撮影していただいて、はい、SNS 等でも、ねはい、見れるということで、はい、よろしいですかね。はい、上げさせていただきます。ぜひめちゃめちゃたくさん上げてよろしくお願いいたします。じゃあ今回はありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、カフスの米谷と中村です。はい、今回の、取り組みですね。工場から世界へ in 八王子ボリューム2、うん、ということで、はい、前回同様、まあ、この工場でやらせていただきまして、はい、お借りしてやらせていただきまして、舞台も組んで、はい、ね、その中で、1,2,3,4 組ですかね。そうですね、アーティストさんが、はい、普段ねいただきましたけど、うん、どうですか中村さんは。そうですね、普段ね、こうこのね、ものが作られる、生まれる、製造される、こう瞬間の場に美術芸術がこう入るっていうことで、まあある種なんですかね、ものづくりとか表現とか何かが生まれる瞬間の本当一瞬っていうんですかね、きっかけみたいなものが表現者、今回の出演者の皆さんですね、それがこう音であったり動きであったりこう、ね、ファッションであったりっていうことで、よりこう想像力が湧いたりで、これからまたこういろんなものが生まれていくんじゃないかなっていうことを、うん、再確認というか、またこうワクワクする瞬間得られたと思う、素敵な瞬間に立ち会えてよかったです。はい、ありがとうございますよく言えましたなんてね、いや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 、もう本当に言葉にならないことがね、いや本当すごいね、毎回というか2回目ですけれども、まあ、ドローンで撮影するっていう、まあ、最初機械トラブルだったりして、そうです、ね、通信系がっていうことがあるんですけれども、はい、それも込みで、まあ、ご視聴いただいた方も、はい、多くいらっしゃったんで、そうですね、僕らも励みになることはなる、はい、ね、なるんで、本当にこういった、まあ、表現の場っていうのが、はい、失われるっていうよりも、まあ、新しい表現の場になっていく部分でもあるとは思うんですけれども、ね、まあ、僕らの活動の取り組みの、この取り組みの発端としては、そういった、はい、表現者の方々の、まあ、それこそカジュアルな場所でも表現の場であり、はい、で、まあ、表現者と一区切りに言ったとしても、うん、その中の、方々の汎用性というのは僕らもすごく広いとは思うんですよね。そうですね、なんていうんですかね、こう誰もがその生まれるものとかそこにある美しさみたいな表現に気づくとは限らない中で、うん、まあ、少なくとも我々カフスは、まあ、ドローンの表現であったり演者の皆さんであったりっていう、こう美しいものであるとかですね、何かこう素敵なものにこうキャッチする、まあ、それをこう可視化していくっていうのは一つの僕らの役目なんじゃないかなっていうふうには認識しておりますし、まあ、工業であれ人工物であれ自然のものであれ一瞬の輝きね、まあ、それを見つけ出せるか、まあ、それをこうどう消化させていくかっていうのは自分たちのね、普段の生活であったり社会の中での気づきだと思いますので、まあ、そんなことのお手伝いができたらなとカフスはいつも思っておりますので、そうですね、はい、まあ、今回もじゃんじゃんお問い合わせ次回ね、はい、次回まだ日程はまだ決まってないんですが、ですね、はい、僕らもこれを続けていくために、はい、日々いろいろ活動もしてますので、はい、仲間の方も本当に動いていただいて、そうですね、僕らだけではない、はい、関係者の方々で動いている、数値化できないのが一番楽しい、ワクワクするということでね、
そんな7月でいいんじゃないですか。はい、かしこまりました、はい、ということで皆様こんなあの拙いあのトークですみませんが、次回もお楽しみにあのご覧くださいじゃないですね、ご視聴をお待ちくださいませ、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。